この番組は肌専門家吉田千春がお届けする美容情報はもちろん、こだわりを持ったゲストトークから魅力的な内容などをワンパッケージにしてお届けしております。前回に引き続きゲストの方をお呼びしてお話を聞いていくんですけども、今回は私のちょっと好きなジャンル、スピリチュアルのところのお話をいろいろ聞いていきたいと思いますので、まずは CM の方どうぞ。今回も、前回に引き続き京都中京区二条駅の近くで、サロンされているアマーラの企画カウンセラーである川村ゆり子さんに来ていただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今回は、はい、出筆をされているということで、はい、本のことについてちょっとお聞きしていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、その前に私のちょっとやっぱり企画的な話でね、本の執筆をしたいなって思ってたところだったんですね、はい、たまたま、うんうんうん、で、自分で 出版するのもやっぱり、はい、お金がかかる、うん、じゃあちょっと低料金でっていうので、うん、で最初は電子書籍を考えてたんです、うんうん、でまあ後々来年ぐらい書こうって思ってたんですね、うん、そしたら去年ね、大吉方位の方に引っ越ししまして、うん、それが方位の意味が現れてくる権限期っていうのがあるんですけども、うん、それがちょうど今年の2月だったんですね、はい、で2月の何月何日、うん、何時、うん、時まで分かるんです。へえ。そうしましたら基盤を固めるって意味の方位を取ってるんですね、うん、でその意味のことが出てくる月だったんです、はい、2月っていうのは、うんうん、そうしましたらちょっと私たまたま吉方位に行ってちょっとお仕事パソコン業務してたんですけどね、から電話が来まして、うん、興味ありませんかって言って、で私はえっと思ったんですけども、はい、正直こういうスピリチュアル的な、うん、出版ってたくさん来るんですね、お話が、うんうんうん、だから断ろうかなと思ったんだけど、うん、すごく電話の声がすごく素敵で、うん、私のブログを全部隅から隅まで読んできて、川村さんが書いたらすごく面白いと思うんですって言ってもらって、うん、あ、まあ、声の感じもいいなっていうのもありましてね、うん、あ、ぜひ書いてこの方にお願いしたいと思いまして、うん、で後でご調べたらその日時間にぴったり電話が鳴ったんですね、うん、だからあ、また私は気学の世界をね、はい、見えないものを信じるきっかけになったんです、うんうん、それはそのピタッと自分に一番いい時にそういうのが来ると、うん、もうゴーしかないですよね、うん、もうそうなんです、ゴー、あ、もうこれ絶対行きなさい、躊躇しなくていいんだっていうので、ね、で出させてもらったんですね、うんうん、で今執筆をされていることで、そうなんです、執筆をしてまして、うん、ちょっとまだまだ書いてる最中なんですけども、うん、何から書いたらいいかなって思っているとこだったんですね、はい、うん、でも一冊に私の今まで この経験したこととか、うんうん、気学の思いとか、うん、そういうのをとてもじゃないか書けないですし、うん、私の伝えたい方々っていうのはとても繊細で、うん、本当になんていうかな、簡単に、うん、これしたらいいよ、あれしたらいいよっていうふうに言われて、動けるような方々を対象にしてないんですね、うん、本当に玉ねぎの皮を剥くように丁寧に丁寧にしていくってことを必要にされている方に発信したいなっていう気持ちが、うん、あったの で、うん、で書いてる、書き始めるときに、あ、これはちょっと散布作にしたいなっていう気持ちが出てきまして、うん、はい、まず最初に、うん、1冊目を、うん、出版させてもらおうかなっていうふうに考えました、はい、うん、3部作、うん、最初の、1本目っていうのはどういった内容になるんですか。最初のね、うん、1本目っていうのはご自身の性質を知ってもらうっていうものになるんですね、うん、自分らしさを知るっていうことを、うん、お伝えしていく、発信していくっ
っていうことをさせてもらおうと思うんですね、うん、でその次に自分自身を知って社会でどうやってどういう役割があるのか、どういうものを求められているのか、どうやって活動していったらいいのかっていうのを2冊目でお伝えします。もちろんその気学の技術的なものを前半と、あと私がその頃まだ読んでいた時ですね、そういうところを後半に書かせてもらって2部作でね、全て書かせてもらうと思います。で3部冊が本当に魂から目覚めていく、うん、そのことについて気学的な観点からと、うん、私が本当に魂から目覚め出したことについて、うん、3冊目では書かせてもらおうかなっていうふうに思っています、うんうん、楽しみですね。内容すごい深そう。そうですね、どんどん盛りだくさん、なんかこんな、うん、もっと続編出るんちゃうかなでも誰が読んでくれるのかなと不安に思いながらね、でも書いているうちに、はい、いろんなものがね見えてきて、あ、こんな風に書いていこうって進んでいくんだろうなっていう風に思いました。で本の内容的なもの、うんうんうん、1冊目のね、あ、そうです、本のね、うん、1冊目っていうのは、うん、さっきも言ったように、うん、前半で読者の方にね、うん、自分自身を輝かせるためにまずご自身の星を知ってもらうっていうことを割り出してもらう方法とかね、書かせてもらっています。それに対するアイテムカラー、はい、あとアクション、食べ物とかね、本当にもう誰でもできる、お子様でもね、できるような簡単なものからスタート、1冊目はねスタートさせてもらっています。で後半に私に先ほど言ったね、はい、まだ目覚めるまでのねうつうつした感じのことをね経験したことを書かせてもらおうかなと思います。でこの本読んで得られるもの、うん、はい、あ、そうですね、うん、先ほども言ったようにご自身の持っている性質星っていうものをね、うん、全て分かるようになるので、はい、自分自身を知ることができる、うん、自分って困難なんだ、自分はこういうことを思っていいんだっていうふうにね、うん、思えるようになるんですね、うん、でそうしてくると自分をまた認めるようになってくるとか、そういうふうに発展していくようになるんですね。でその自分自身の星っていうのは5つ、まあ、大きく分けると5つあるんですけども、その5つの性質を、この星では皆さん知っていただくことになるんですね。その中でも先ほどちらっと最大吉星っていうのが一番重要になります。自分に足りない、性質エネルギーになるんですね。それを補っていくっていうことがご自身が開運していく最も最短な方法になります。それを、この本ではね、お伝えしていきます。そうですよね、やっぱり、どこかがガンと良くてもここがね、自分の足りてない部分があったら、そこから桶から水が漏れるって前回の時にね、来ていただいてゲストの方がお話してくれたんですけど、そこの補ってあげると全部が大きな桶になっていろんなものがもらえるようになるって言ってね、そうです、そうです。だから、完全に得意になるっていうのはやっぱり無理じゃないですか、それぞれの性質、個性っていうものがあるんですけども、だけども苦にならない、そのやることが苦手なことが苦にならないんであれば、すごく生き方が楽に、ね、なるかなと思います、そこから逃げなくてよくなりますね、そうです、向き合っていくっていうことがね一番の大事な開運法になっていくので、やっぱ一つ一つね苦手なことを向き合っていくことをしてもらいたいんです。でもなかなか向き合っていくことって難しいじゃないですか、私も企業当初は心理カウンセリング1本でやってましたので、やっぱり向き合っていくってなかなか時間かかるんです。でも私気学のいいところっていうのは、自分がそれを行動して取り入れるってことですごく早く変わっていけるんですね。でこの中ではその開運アクションって、それぞれの足りない最大吉星を知るっていうことで、開運アクションなどを知っていただくことができるんですね。例えばね、三碧木星っていうね、星が足りない方がもしいました、私なんですけどね足りない、そのエネルギー足りない方っていうのを、三碧木星ってもともと自分自身の思ったことをどんどん行動に変えていく、活動していく、楽しいことだけを、自分が楽しいことだけをどんどんやっていくっていう、とてもね活発的で、言うたら子供のような星になるんですね。
当に無邪気な星になるんですね、うん、でも私はそれがちょっと苦手だったんですね、うん、だから最大吉星に3匹木星を持たれている方っていうのは、うん、その3匹木星 の強的な意味合いになってしまうので、自分を表現するのが苦手、うん、あと言いたいことが言えない、うん、あと暗い楽しむのが苦手って感じ。本当に私ね、暗い子でした。本当暗い子やったんですね、本当に真っ暗けっけでね、本当に人の前で本当に出れなくてね、うん、もうあのなんていうか人、幼稚園の時とかもね、うん、あの物をね取られたりとかしても、うん、言えない子でね、我慢しちゃう、そう我慢しちゃう方だったんですけど、うん、今は違いますよ何してんのみたいな何してんのってなるんですけどもね、そういう風にね足りないエネルギーをもらいに行くっていうので、もちろんさっきの言ったの吉報に行くっていうことももちろんね、うん、いいんですけども、なかなかそういうの難しいっていう方のために、うん、あの最大吉星、三匹木星だったら青色、ブルーなんですね、青色を身につけて、ちょうどブルーを、ね、身につけていただくとか、あとデザインですね、三匹木星って言ったら、うん、地面からちょうどペッと出てきた新芽の若葉の意味合いがあるんですね、うん、そういう若葉のマーク あの何かこうつけるマークのものをつけるとかね、そういうことをねしてもらうだけでも十分ね、その三匹木星のいい意味のエネルギーをいただけるので、なんかどんどん行動にしていこうとか、なんかうつうつ悩んでることがつまんないなっていうふうに思えるようになってくるんですね、うん、で海軍アクションとして、うん、さっき言ったようにあのやりたいことができないんだ、なるべくそういうふうにどんどん自分で努力して、うん、あのやりたいことを一つでもいいからやっていくことを、うん、あの心がけようっていうことをね、やっていきましょうっていう感じでね、あの一冊目ではね、そういうことを細かく星ごとにそれぞれ書かせていただいています。今簡単にね、お話しさせていただきました、はい、うん、で、これ読者のイメージっていうと、そうですね、うん、読者のイメージ、さっきもちらっとねお話しさせてもらったんですけど、本当にねぐらな方がイメージです。もう私なんてって、もう家族や、うん、旦那さんやお母様とかにね、もうあんたなんてみたいなっていう風にね、なっている方々にぜひね手に取っていただきたいんですね。読んでいただきたい方ですね。読んでいただきたい方です。で私も実際ね、そういうものでしたし、本当実際行動できませんでしたし、周りの顔色ばっかりね見て行動してましたから何もできませんでした。でも魂の奥底では自分は何かできる人間なんだ、社会で何か活躍できる人間なんだっていうのをね、本当は心の奥の奥の底では思っているんですね。だからそういう方でも絶対必ずそういうことをね、自分は何かできるんだっていうふうに思っている方が多いんです。だからそういう方はね、私なんてって思わずね、ぜひこの本をね読んでいただきたいなと思います。そっからのきっかけでパッと開くかもしれないですね。はい、本当にきっかけなんて何か分かんないんですね。だからやってみて、あかん、ダメだったらね、もうやめて次のことしたらいいんです。でまたやってみて、ダメだったらまた次のことやってみたらいいんです。その繰り返しで開運していくんだろうなと思います。ですからちょっと戻りますけども、はい、やっぱり価値観が違うね、ご家族と住まれている方、そういう自分が理想の夢にならないといけないとか、そういうちゃんとした妻としてねやっていかないといけないとか、そういうふうに思ってね疲れている方、そういう方にね、自分らしく生き、そういう方々がね自分らしく生きたいって思い始めた方にぜひ手に取っていただきたいです。本当ですよね、今もこのお話を聞いてたら、またちょっとお客様、顧客様なんですけど、はいはい、同じようなことを言ってる方がいたんですよ、家族から病気をされてね、で病気をされたことにいい加減にしなさいって言われるんですって。病気してるんですよ。もうそれがすごい悲しくて、なんていう家族なんやろうなっていう風にね、思ったんですけどね。それはね、やっぱりね、経験としてやっぱりそれがあるから次のステージに行けると思うので、そうですよね、そのね、お客様も次のステージにそろそろ、そうですね、行かれたらいいのかなと思います、大きく時代は変わっていきます、読んでほしい、はい、読んでいただきたいと思います、で、こういった本を、ね、出版される時期、
っていうのが、はい、あそうです、うん、その今お話しさせてもらってる1冊目っていうのが、はい、来年の2020年の3月7日に決まっております、うん、はい3月ちょっと先ですけどね、ちょっと先です、うん、彼も私も気楽的に、はい、あいい時なんですね、いい月と日を選ばせていただきました。ちょっとお待ちください、はい、ちょっとお待ちください。でそれに続けて2冊目、ねはい、3冊目って1年おきにね、うん、出させていただこうか考えております、うん、またその告知来させてください、はいはい、ぜひ来てください。、はい、そしたら本の内容のちょっとご紹介を VTR でいただいてますので、はいはいはい、そちらのご紹介をしていきたいと思います。あ、はい、この VTR は私がちょっと何を書こうかなっていうので、うん、ちょっと旅先でね書かせてもらったものを朗読させてもらってますので、うん、ぜひ読んでご覧になってください、はい、ではどうぞ。令和元年5月7日午後17時6分2019年の中でも今日は一番最大吉報に出向くと大きなエネルギーをいただける日です。私は最大吉報にあたる自然豊かな地域のホテルを予約し、とても豊かな穏やかな気持ちで執筆しております。5年前までは一人でこんな豊かな時間を過ごしているなんて想像もしてませんでした。豊かな時間イコール無駄な時間、自由な人イコールわがままな人、どうやら私の中の潜在意識はそんな風に変換していたようです。一体そんなこと誰が決めたんでしょうね。それも私自身が決めたことです。おかしいですね。5年前気楽に出会ってなければこの穏やかな心地のいい時間を持つことができませんでした。気楽に出会ってからの私は周りの方々が驚くほど激変していきました。周りの方々から明るくなったね、ゆり子さんの投稿を見てたら元気が出てくる、自由に飛び回って楽しそう、豊かな時間イコール無駄な時間、自由な人わがままな人、こんな人にこんな風にね勘違いしていた私の潜在意識を目覚めさせ輝かせてくれたのが気楽です。この本で何から伝えていこうかなとぼんやり窓の外を見つめていたんですね。そしたらふと 3月にね行きましたインドのことを思い出しました。日本からインドの方位は私にとって最大吉方位といって運勢を大転換させてくれる方位です。頑張った人に最大吉方位に行くチャンスが訪れるのです。私は3年前に DV モラハラ、そういったことが原因で28年間なかなか離婚できなかった元夫と離婚し、頼れる身寄りもなく無一文で一人の生活をスタートさせました。ですから1年半の短期間でインドに行けるなんて想像もしてませんでした。しかしそれは企画を通して私の魂に素直になり、自分を大切にしていくことを学んで、私自身を信じるようになっていき、小さな積み重ねをしてきた私がいたからそのチャンスが巡ってきたんだなと感じたんです。インド滞在中は日に日に自分自身の中にあった冷たい氷のようなものがどんどん溶けていってなくなっていきました。インドに行ったことで私の価値観がさらに変わりました。私の本命星、一泊水星、9つある星の中でも一番の苦労星、不幸星と言われる星です。なぜ一泊水星が苦労星って言われると、人に流され生きていく性質を持っているからです。
その一泊彗星の体験するために生まれてきて、そこから何かを学び、とことん魂と向き合うことで魂を輝かせていきます。その魂が輝き出すと、人に流されるのでなく自ら流れに乗る、そんな風に変わっていきます。この一冊だけの本では魂レベルまでの話は到達しないので、2冊目3冊目と続けてゆっくり読者の方に寄り添って本を書かせていただこうと思います。ぜひこの本を手も手に取られましたら、自ら行動すること、書かれていることを、簡単なことです、誰でもできることです、すぐ行動に移してください。そして次の出版までにその積み重ねを楽しんでいただきたいんです。どれだけその積み重ねをしたかによって2冊目の影響が大きく変わっていきます。そして自分を大切にすること、愛すること、それを忘れないでください。人は皆幸せになるために生まれてきたからの、幸せになってください。川村ゆり子。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ。歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金、年会費は無料。さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。はい、なんかもうすごい感動しました、朗読聞いて。ありがとう。私も感極まって、うん、もう本当にね、あ、まだ出てきそうです多くの方にね、うん、本当に私あの講座中もね、うん、思いがこう詰まってしまって、たまにふるっとくる時あるんですけども、本当に多くの方にね、気学知ってもらいたいんですよね。一言に気学って言っても本当にもう枠が広くて一言で言い表せないんですね。だからあのとりあえず本当にちょこっとだけでもいいのでね、ちょっと知っていただきたいなと思います。ね、先ほど言ってたあの玉ねぎの皮をね一枚ずつめくるっていう言葉が、はい、もう本当にぴったりだなと思って、うんうん、あの私みたいな生活でバーッ正確にねバーンといける人やったらいいけど、ね、あのすごく繊細な人、うん、そんなこと絶対できないじゃないですか、うんうんうん、そういう方は本当に大切に大切に大切にね、はいはい、少しずつ勇気を持って、ね、うん、一人で歩けるようになってっていう風にね、そうですね、そういう人たちが増えてくれたらね、いいなって、ふと今思い出しましたけど、はい、やっぱりそれは私にしかできないことだなってふと思いました。やっぱり一つ一つ丁寧に人に寄り添ってね、やっていくっていうのが私の本命星の一泊彗星のいいところになるんですね。あ、だから、あ、その気学を用いてやっぱ人に寄り添うっていうことが自分にはすごくね、あの転職だん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 だなっていうふうに思いました。ね、やっぱりあの辛い思いをしたきことができあった人とか病気をした人ってすごく優しくなれるって私は思うんですよ。そうです、そうですね。ね、うん、同じ気持ちになった人だからこそ伝えれるものがあったりとかもするのでね、どんどん頼ってほしいね、で、あの3年後今後のビジョンをね、はい、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、そうなんです、やっぱり、本当にね、気学、私正直なところ気学まだ4年目なんですね。で、まだまだ今勉強真っ最中で死ぬまで勉強すると思うんですけども、本当に改めて私どんな風にどんな風に伝えていこう、何を伝えていこうって考えた時に、さっきも伝えたようにやっぱりなんかいろんな方に知ってもらいたいって気持ちがやっぱり高まってきまして、小学校とか中学校で、はい、気学を学んでもらいたいなって気持ちがあるんですね。ですからその気学を元にした何か教科書だったりとか、もしくは、昔で言う今道徳の時間ってあるんですかね、どうですかね、なんかそういったね、時間のね、なんか持たせてもらったら、最初私ボランティアでいいのでね、とりあえずねボランティアからねスタートさせてもらいたいなって気持ちがあるんですね。ぜひ学童のとこに行ってほしい。
またせ、うん、うちの顧客様ね、顧客様のところの学童のね、夏休みとかになるとやることがどんどんいろんなことがあるし、はいはい、この暑さ、夏の、ね、うん、暑さとかで外にも出れないので、はいはい、そういった時間を何しようってすごいいつも考えられてるんですよ。そうですか。その時間帯に何かやってほしいなってすごい思いました。ぜひ言ってください、声かけてください、うん、でね、あの私一人だとまだまだ全然足りないので、うん、教科書、お手本みたいなものをね、用意できたら、うん、先生方もあのお母様方も、うん、一緒にね、お子さんとなんかこうお勉強っていうかね、堅苦しいものじゃないですけど、うん、楽しみながらねできるかなと思うので、まずその気学の教科書、簡単なあの教科書、うん、絵本みたいなのでいいと思うんですよ、うん、そういったものをね一つ作りたいなっていうものが一つあります、はい、うんうん、ね、やっぱりあの子どもたち、まあ、子どもたちも知ってたらいいんですけども、うん、お母さんが私が知っていることで教育の仕方であったりとか子どもの育て方とかね、うんうん、変わってきます ね、 ね、今ね生徒様でね、うん、あの気学を学ばれている方で学校の教員の方がいてる小学校の、うんうんうん、ただやっぱりね気学を知っているので、お子様の扱い方ってちょっとあれですけども方が、あ、仕方ないねこの学年はねっていう風に思われて、とてもやりやすいそうですよ、うんうんうん、あれ企画って何年生まれで一緒になるんですか？何年生まれの、なんで私の場合52年生まれなんですけど、52年が5度制とか、52年の何月までが、うん、月までが、うん、そうなんですね、わかるんで、うん、そしたらそれぞれみんな違うって感じ、ま、だから同じ学年でもあの星が違う場合もあります。そっかそっか、そしたら知っといた方がいいですね。そうですね、で、うん、お子さんの場合はね本命星じゃなくて月命星っていうもの、ね、また違うんですね、うん、見るので、またねあの小学校なんか特にね、うん、みんなカラーが結構違ってて面白いと思います、うん、なるほどね、うん、であともう一つは、うん、で、あの出版記念講演会っていうのをさせていただきたいです、うん、あの、はい、私なんてって正直思ってたんですけども、その本書かせていただいてね、やっぱり本には書けないことがやっぱりあるんですね、うん、そこをねあのたくさんね皆さんにね伝えたいなと思いまして、うん、直に生の声をね、うん、皆さんにお伝えしたいと思って、うん、あの出版講演させていただきたいです、うん、ぜひ呼んでください。はい、呼んでください、ね、全国どこでも行きますって感じで、はいはいはい、ね、あのやっぱりあの直接お話をするっていうのと、私もゆい子さんとお会いするの本当に1年に何回かしかお会いできないんですけどね、うんうん、それでもやっぱりつながるものがあったりだとかね、はいはい、あの感じ取れるものもたくさんあると思うので、はい、ぜひ直接お話を聞いてほしいと思います、はいはい、ではそろそろお時間になりますので、はいはい、今回はありがとうございました。ではまた次回もお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。